写真拡大。台湾プロ野球で初めて海外移籍制度を利用して北海道日本ハムファイターズに入団した大柏徹選手が地元台湾のファンの前で日本球界での活躍を誓った。1月20日、大の古巣であるラミゴモンキーズは本拠地桃園国際球場にて歓送イベントを開催した。肌寒さに加えて時折小雨もぱらつくというあいにくの天気だったが、球場には1000人を超えるファンが詰めかけ、イベントは大盛況となった。今回のイベントでは、ラミゴ時代の背番号9、もしくはファイターズの背番号99のいずれかが記されたウェアやグッズ等の着用または持参が入場するためのドレスコードとなっていた。早くもファイターズのレプリカユニフォームを着て入場するファンの姿も見受けられ、改めてその人気ぶりが伺い知れる形となった。ファンとハイタッチをしながら大歓声を受けつつ、一塁スタンド最前列の舞台に登場した王に対し、ファンの中から代表として選ばれた二人がメッセージを送った。アマチュア時代から応援していたという女性は、感極まりながら、あなたの一歩が世界を目指す次世代への道しるべになると信じている。バットと守備で世界の大王であることを証明してほしいと激励の言葉を送った。また、別の男性ファンは、背番号9の後ろには、15体とも背番号10のチームメイト、ラミゴファンの通称がいた。99の後ろは100、つまり10の2乗だ。我々は10倍応援すると述べ、喝采を浴びていた。約100人のファン一人一人から思いのこもったプレゼントを直接受け取った後に挨拶に立った王は、まずはじめに皆の応援、激励の声はしっかり届いていたとラミゴファンに深く感謝した。またラミゴ球団春季キャンプ中でイベントに参加できなかったラミゴのチームメイト、監督、コーチらに対し、皆のおかげで3年余りの台湾プロ野球でのキャリアにおいて美しい思い出を作ることができた。この思い出を力にしてさらに高いステージで奮闘していきたいとし、日本球界での活躍に向けて決意を語った。ファンの質問に答える Q&A コーナーで、いかにプレッシャーに立ち向かうかを問われた王は、プレッシャーから逃れることはできない、まずは失敗するかどうかについては考えずに平常心でチャレンジするべきだという考えを示した。また今シーズンの目標については、これまで通り健康第一だ、コンスタントに試合に出続け皆にプレーする姿を見てもらいたいと話した。その Q&A コーナーに続いて、王選手が学生のバッティングピッチャーと対決するというセレモニーも行われた。ファンがラミゴ時代の応援歌、夢花火を大声で歌う中、ファイターズの新ユニフォームに身を包んだ王が打席へ。初打席でライト線へのライナーを放つと、スタンドのファンに向けて笑顔で手を振っていた。その後のサイン会も含め、イベントは2時間半にも及ぶ長丁場に。しかし、王はファンとの交流を心から楽しみ、終始笑顔を浮かべていた。だが、イベント終了後に報道陣から会場にもなった桃園球場への思い入れや、慣れ親しんだ台湾を離れることについて問われると、寂しそうな表情も浮かべていた。日本ハムに合流するまでの時間は、できる限り家族と過ごしていくとのことだ。
このイベントでは、ラミゴ系列の旅行会社によって行われる観戦ツアーについても発表された。同社では、日本ハムの開幕3連戦3月29日から31日、札幌ドームを観戦する5日間のツアーに加え、ラミゴと千葉ロッテマリーンズの交流戦、パワーシリーズ2019、インチバ3月14日、15日、ZOZO マリンスタジアム及び、翌16日のオープン戦、ロッテ対日本ハム ZOZO マリンの計3試合を。なお、パリーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社は、FOX スポーツ台湾との間で、台湾におけるパリーグ主催試合の放送契約を今シーズンから3年間にわたって締結している。これにより、TV やインターネットを通じて、台湾からでもオープン戦から王の活躍をリアルタイムで視聴できる形となっている。王は日本での生活で最も不安な点として、コミュニケーションを取る上で必須となる日本語を挙げていた。だが、王の通訳に就任した翔一傑氏は、高校から日本へ留学してドラフト1位で NPB 入りし、セパ両リーグ阪神及びソフトバンクでプレーした経験の持ち主。王はどちらかというと、朴訥な人柄で、派手なパフォーマンスなどは得意ではない。しかし、野球への真摯な姿勢やまっすぐな性格は、きっと温かい北海道のファンにも愛されることだろう。高まる期待の分だけプレッシャーも大きいはずだが、日本、そして台湾のファンからの応援に加え、座右の銘である、プレッシャーを持つ勇気を持って重圧を乗り越え、活躍を見せてほしいところだ。パリーグインサイト駒田英記事提供、パリーグインサイト。